いや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 、けどなんかこう、これが逆になんか怖いというか。 これちょっとつですすら、はい、見ていいいきた思ままし、えー、前回ね、ラストの方でとうとう新く君とね、デク君バトルが始まりまして、おじろさんからいろいろアドバイスもらっていたんだけども、まあ、それでもね、ちょっと相手の挑発に引っかかってしまって、あの心を操れる能力かなんかなのかな、まあ、名前の通りで言えば、自分のなんか自我みたいなのがね、なんか抜けちゃったような状態になっていたんですけど、果たしてこっからね、この試合どう巻き返していくのか、そしてこのデク君ん の試合だけじゃなくねまあ、これから1回戦として、まあ、いろんな高カードがあるんですが、僕がその中でもね、特に気になったカード、えー、それをね、えー、まずここでご紹介させていただきたいなと思います。まずね、床、えー、闇さん対八百万さんね、前回やっぱデイクくんのチームでね、まあ、床闇くんすごい活躍をしまして、あのエピソードがあったからね、僕一気にこの床闇くん好きになっちゃって、非常に応援したい気持ちがあります。ただね、今回やる相手が八百万さんということで、僕、この子もね、すごい好き ししかかもも枠でで能力力創造でしょくんに限っっててはなんか夜の方が、ね、力発揮するるいうところもあるから、まあ、ちょっとここはね、まあ、もしかしたら、八オイさん有利なのかなと。で、もう一つちょっとね、面白そうだなと思ったのが、鉄鉄くん対霧島くんね。まあ、ここら辺ちょっと同じ能力対決ということで、まあ、果たして一体どういうこれもね、勝負になるのか。あんま今までね、その能力ぶりの戦いっていうのは描かれてないので、これもまたね、見どころの一つになるんじゃないかなと思います。で、やっぱ最後の ね、このお茶子こちゃん対爆豪くんよ。お茶子こちゃんもこの体育祭にかける思いがある。で、爆豪くんもずっと抱えてるね、負けたくないっていう気持ちがあるってことで、この気持ちのね、ぶつかり合いの戦い、そしてメインキャラクターの二人というね、もう絶対激アツなね、展開が来ると思うんですよ。だからもちろん、しんそくんとデクくんっていうね、この二人の戦い、これがまあ一番のメインカードではあるんだけども、それにね、引きを取らないのがやっぱこのお茶子こちゃん対爆豪くんだろうね。今回このお話で、この1回戦のカード、 どこまでやるか分かんないですがこういろんなね面白い戦いが見れそうなのでそしてもしかしたらねなんか意外な結果とかも出てくるかもしれないしちょっと心を空っぽにしてね、まあ、純粋に楽しくリアクションできればと思います、えー、というわけで早速ね見ていきたいと思います、えー、皆さんも録画したものもしくはビデオンのものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さました本編スタートですよろしく頼むぞ えー、今回ね、ちょっとオープニング終わるまでにね、まあ、このトーナメント、まあ、どういう形でみんなが勝ち上がってくるかって予測を立てたんで、ちょっとそれ聞いてもらいたいなと思います。えー、まず第1カードね、真、ま、相、あ、君対デック君。まあ、ここに関してはデック君が勝つでしょう。で、第2カード、とどろく君対セロ君。まあ、これに関しては、まあ、やっぱとどろき君になるでしょう。 で、第3カードの、まあ、塩崎さん対雷くんに関しては、まあ、やっぱヴィランと戦ってるっていう経験がある雷くんが勝ち上がってきて、で、第4試合の、まあ、飯田くん対初めさんに関しては、まあ、やっぱね、まあ、飯田くん勝ってくれると思います。で、次なんだよね。ここがちょっとわかんないんだよ。ミナさん対優雅なんだけど、これはどっちが来るだろうね。まあ、僕は個人的にちょっとミナちゃんに勝ってほしいなっていうところで、ま、ミナちゃんにしてる。 で、次ね、常闇くん対八百万さん。で、ここね、まあ、さっきも言ったけど、夜だったらっていうのはあるんで、やっぱ八百万さんかな。で、次の鉄鉄くん対霧島くんは、まあ、やっぱ A クラスの霧島くんに勝ってほしい。で、最後のお茶子ちゃん対爆豪くんは、まあ、個人的にはやっぱお茶子ちゃん勝ってほしいんだけど、どっちかというと。けど、ここは、やっぱ爆豪くんなんじゃないかな。 で、次の第2試合は、まあ、デク君対トドロキ君なんだけど、まあ、ここはやっぱデク君でしょ。で、次、えー、く君対ダく君はやっぱダく君で、で、みなさん対八百万さんは八百万さん。で、次の霧島君対幕く君は幕く君。で、ここで準決勝だよね。 えー、デクくん対イーダくんはデクくん。で、ヤオヨロズ3対バクゴくんはバクゴくん。で、デクくん対とうとうこのね、バクゴくんのリベンジマッチですけど、ここは、ん2回連続で負けるっていうのはあれだけど、まあ、デクくんが勝つんじゃないかなって思うけどね。どうだろうね。まあ、一応そんな予想を立ててます。 さあ、またこっからね。うん。いや、話しちゃいけなかったんだよ。ここは。だから、それが、この能力を発揮するトリガーなんだろうね。操る。なんかうまく挑発して乗っけようっていうのも、この子にとっての戦略なんだろうな。うん、だからこそ、こういうちょっとひどいことも言うんじゃない うーん。ディク君のこのまっすぐな性格が、あだとなったよね。<laughs> 頭抱えるわな。いやー、これでどうなるかだよ、こっから。これ本当にけど、かかってんのかななんかディク君ならさ、やっぱ能力者のオタクみたいなところもあるから、 何かしら対策みたいなの立ててきてんじゃないかなっていう思いもあるんだけど。うん。や、やばいやつなんだよ。派手じゃないんだけども、能力はすごい優秀だよ。攻撃タイプって感じじゃないけどね。うん。で、極上。 ああ、真く君があれ普通科に行ってるってことを考えるとうん。うん。だから能力は強いんだけどね。直接的な攻撃じゃないっていうところが評価されてないんだろうな。うん。戦闘、そう、戦闘なんだよ。うん。だからこの、 あれだよね。UA に入るための評価する方法というか、試験内容はもう少し考えた方がいいかもね。恵まれてて。うん。まあ、そこはちょっとあれだけどね。デク君も色々あったっていうのは言いたいとこだけどね。あ、これがあれだ。予告でやってたやつだ。足踏み出そうとしてたもんね。 いやーこれどうなっちゃうの本当にかかってるかな <laughs> 心配だよな、オールファイト。うん。洗脳か、うん。うん。だよね、答えたもの。本人にその気がなければ。 本人にその気がなければうん。うん。うん。そこねえ。うん。これどうなっちゃう相沢先生いろいろ冷静に分析してるけど。 かかってるとしたらどうしたらいいのああああ、やっぱそういうあれはあるんだね。体の中に。いやあ、あらがいあらがい、なんとかならんねえ。うん。話聞いててなんかないの対策は。 うん、戻った。あ、なんかあるかも。これが出るってことは。うーん、強すぎるって。うーん、初見殺し。うん。うん。なんかひらめかないデク君。万能ってわけではない。うん。うん、ほぼ。 うん。なんだうん。ああ、刺激衝撃っていうのかな何かがあると、うーん、そういうことだね。あ、じゃあやっぱ対策立ててんじゃないこれ聞いてるってことは。うん。いや、それね、普通に考えたらそうだけど。 いや、デクんならなんか、うん、これすごいい,い情報じゃん。うん。落ちろ君もすごいよね、ほんと。ジェントルマンというかさ、騎士道精神みたいな。え、なんかないのえ、これで負けたらすごいけどね。いや、びっくりだけど、俺、その展開は。うん。 うん。いや、なんかあるでしょあるよね。えオールマイトえ何え誰誰誰なの今の。何 <laughs> どういうことはなんでスマッシュが いや、うん、いや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 、いやけど今のあれ発動して何とかするんじゃないうん。何したんだろう地面に叩きつけたのかななんか爆風みたいなのおお、<laughs> セーフあ、よかった。えけど本当なんだったのどういうこと誰かいるよね これから出てくるなんかライバルとかなのかなうん。上級生とかうーん。うん。何だったんだろう僕だ。うん。違う。え <laughs>、これ <laughs>。8人いるね。うん。 ワンフォア r ール。ああそういうことええー、そんなことが本当にあるのああ、じゃあこれからもなんかあるかもね。シルエットだけじゃなくてさ、具体的に出てくることもあるんじゃない顔とか。あ、けどもうこうなったらあれじゃない溶けたらもう勝ちだろ うーん、それは難しいね。いやー、もうさすがに、デク君も言わないでしょう。もう勝ちだ、勝ちこうなったら。うんしかも、こういう形でしかね、能力が使えないっていうのもちょっとあれだよね。うーん うーん、真相くん。いや、なんかこの子もなんかちょっと、かわいそうだね。いや、能力はすごいんだけどさ、なんて言うんだろう。この能力自体がさ、なんかちょっとモヤモヤするというか、うーん、うまく言えないんだけど。うん。ま、体力ね。デクくんの方が全然上だろうから。おえどうなってるあ 投げたいや、投げ技爆豪くんも映ったけど、やっぱすごいね。<laughs> ああ、これで勝ちか。ああ。いや、解ければね、やっぱ、デクくんの上なんだな。出てる。うーん。いや、よかった。え、けど、あれがなかったら負けてたじゃん。あの、引き継いできた人たちの。ねえ。 ってことは、今まで8人あれなのかなオールマイト入れて9人とかなのん ?3 年前。ああシンソーくん。うん。<laughs> なんか個性的な <laughs>、羨ましい、一行みたいな <laughs> え。え悪いことって。 <laughs> なんか操って欲しそうなんだけどこの子。うん、ああ、なんか分かってきたかも。ああ。ああ、だからやっぱさっき言いたかったらこういうことなのよ。この能力ってねー。 そういうふうに思われたり、使うためのなんか発動方法とかもさ、なんか相手を貶めなきゃいけなかったりさ、ちょっとヒーローっぽくない感じがするんだよね。そういうのがこの子はヒーローになりたいって思いがあるから、あれなんだろうななんか相手のその持ってる人とかって思っちゃったりさして悔しかったりするんだろうね。A クラスの人とかが。デク君とかがさ。 いやーなんかちょっとシンソーくん好きになっちゃったなこのお話で。あはははね、これね <laughs>。このぶっ飛ばすやつ、ある意味トラウマなんじゃないパクゴくんも。うん。うん。いやけどそれでもすごいよ、デク。 地味言わないで。うん<ー>。いや、シンソウ君もよくやったと思う。いやー、なんかけど、この活躍で A とか来てくれたらいいんだけどね。彼。うん。うん。ああ、ヒーローに うんんいや切ない真相君 <laughs> やばいやっぱフォーカスされるとこれやばいな <laughs> 本当にブレブレになる心がうん <laughs> いやーそしてそう言ってくれるんだねいやすごい理解してじゃこの人たち 通過の星。うん。何ああ目に止まった <laughs> いいね <laughs> U.M. もバカだな。あーうーん。いやー、目に止まってこれ来るんじゃないうーん。えへへ。 <laughs> 友達たちのあれにすごいなんか感動しちゃうなうーん。それそれ。いやーどうかなえ、この話終わったら来たりしてないかね、教室に。いや、頑張ってほしい。今回が仮にダメだとしても。 いや、同じ場所に来てほしいね。えあー、答えちゃったからうん。<laughs> いや、けど、今のは俺もかかっちゃうよ。うん、激励かな深ンソくんからの。これは。深ンソくんらしさというか。えへ、好き、マジで、ちょっと。 かっこいいわ派手な戦いもいいけどね俺ああいう能力もいいと思いますよなんかさ子供の頃ってさこういうデク君みたいな力憧れるけどさ大人になるとさこういう凝った力の方がさちょっとかっこいいなって思ったりしませんうん、うん、そうだからそういうのがほんと繰り返されるんだろうなデク君は。 <laughs> なんかすごい一撃なんだけどねえ今のこの人実は戦ったらすごいんじゃないリカバリーガールうんうんああそれ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 8人じゃなかったうん8人これ「オールマイト」とかも見たことあんのかなやっぱりうん だから、ヨーダとかがいるような感じだよね。オビワンとかう。うーん。え知らないんだ。うん。あるんじゃん。あるんじゃん。なんだよ。あー、そうなんだ。うん。 面影。うん。えー、けど、ゆくゆくあそこにあれなんだろうね。ディクくんとかオールマイトも入ってくんだろうね。うん。はあ、なるほど。ははははは。 本当になんてか、自分はあれだよね。持ち上げないよね、この子は。可 <laughs> 愛い,いこの看板。誰が描いたんだ行 <laughs> っちゃった。試合が気になるんだろうね。うん。いた。うん、だからさっき、あれか、いたのか、やっぱうん。もう引き継いでるってことなんだね、正式に。 エンデバー。いや、お父さん。何の用だああ、そこね。いやー、けど使うもんかって覚悟決めてるからね。いや、うるさい、うるさい、うるさい。もう、とトろトき君のよを好きなようにやらせてほしい。 うこの言い方が嫌だ。傑作とか。もう本当物を見るような言い方だよな。うん頑張ってほしい。うわぁ、<laughs> すげえ表情してるわ。いや、けど本当にこの力に頼らざるを得ない、ね、状況が 来るんだろうね。その時にどう言われになるかだよね、また、とどろきくんの気持ちというかさ。ああ、おじろくんね。いやーうん。ああ、セロハンター来たよ。さあ、どうなるこれ。さすがにとどろきくんでしょう。うん。 いやー、ちょっとご機嫌斜めなんじゃないなんか、やりすぎないようにちょっと気をつけてほしいなあ。あそこでエンダバーにあったことによってさ、こういうのよくあるじゃんアニメとか漫画で。おいや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 、けどなんかここれが逆になんか怖いというか。いや、ほらー。 やばそう。まあ、一瞬で決めるだけ大丈夫え <laughs> 絶対やりすぎたの。どうなったええ <laughs> やばこれがあれなのかなフルパワーみたいな感じなの。え、セロ君大丈夫 <laughs> いや、てか、 もうこっちの力だけでも、ものすごい <laughs>。やばい <laughs>。半分 <laughs>。ああ、よかったけど。うん。まあ、フルパワーだけど、ちょっとウサバルスみたいなとこあったかもしれないけどね。ちゃんと人命は優先してくれたね。うーん。 いや、これ、どうまいじゃなくて <laughs>。もうスカウトの人たちどうなんだろうこの評価。もう、顎、アングリみたいな感じなんじゃないあー。うーん、だろうね。で、判例、判熱じゃなくて、判例、判念なんだね。失礼しました。 うんうん、事情知ってるからねわーてかすごい丁寧にやってくれるねこのトーナメントなんかいろんなカードいっぱいカードがあるからもっと34組くらいさ1話で進んでいくのかなと思ったけどこんなじっくりなんだありがてえわいやーそしてちょっと と、僕、もう、あれだわ。あの、シンソウくんのさ、キャラクターというか、もうあの能力含め、僕大好きになっちゃったよ。いやー、あの子ほんと上がってきてほしいな普通かから、どうなんだろう、あるのかなこの先、今回かわかんないけどさ。 <laughs> 見たいんだよ。みんなと一緒にいるところが、この A クラスの人たちと。で、友達も本当にいい子たちだね。あんなこと言ってくれてさ。いやー、デク君のあれもすごかったね。あの見えたやつ。最初本当に、いや、上級生とかなのかなと思ったんだけどね。まあ、けど上級生が見えたからってね、動くってのはおかしな話だもんね。今改めて考えたら。 いやーそしてもう、ととろきくんなーやっぱエンデーバーとのあれだね。その溝はめちゃくちゃ深いね。これもなんかあんのかなー解決していくような道が。なんかありそうな気がするんだよね。ジャンプで取り上げてるっていうことはそういう親子問題を。うーん。ああ、今度雷くんたち。ああ、なんかいっぱいやりそうだね。次は。いや、飯田くん頑張れ。 わあ、ここ、この戦い楽しみ。あ、お茶子こちゃんたちはやんないのああ、あるわ <laughs> やばい。頑張れ、お茶子こちゃん。震えてたけど。 相手、爆豪くんだけどね。ちょっと活躍してほしいよね。というわけでね、1回戦ね、まだまだたくさんね、面白いカードが残っているということでね、ハラハラドキドキしながらね、次のエピソードも見れそうなんで、楽しみにしておきたいと思います。というわけで皆さん、このエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画を2つお送りしました。バイバイ。